などお渡しいただきますようにご協力をお願いいたします。またジャンハブリーディングセンターフラッシュを使った記念撮影はご遠慮いただいております。現在赤ちゃんパンダの最近は目の発育にとって大変重要な時期を迎えております。皆様がお持ちのカメラや携帯から発せられるフラッシュの光は最近の目の発育に悪影響を及ぼす恐れがございます。恐れ入りますが皆様、お写真を撮られる際今一度お手持ちのカメラご確認ください。設定方法がご不明でしたらお近くにおりますスタッフがお手伝いします。お声かけください。特にデジタルカメラやスマートフォンをお持ちの皆様、フラッシュの設定がオート設定になっておりますと本日少し曇り空の影響でフラッシュが大変光りやすくなっております。フラッシュの光は最新の目の発育に悪影響を及ぼす恐れがございますので、次また順番、あの前に順番変わるようになってるから。すぐタケノコ食べよう。タケノコ食べたら見えちゃう。あのまたこれ前の人が定期的に入れたところで。入れたんですよ。